というわけでポケモンレジェンズアルセウス続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。回避回避だ。野生のポケモンが警戒して放つ技は回避して避けるのだ。回避してる間は相手の技を一切受け付けないぞ。これですね。今更っていうところですけども、今回はですね、この隋の遺跡に行ってくれっていう本部の命令だったので行ってきたいと思います。お、誰かいる。こんにちは。え？あ、お年を召されている。わしはユーガオ真珠団のキャプテンさね。なんか大木戸みたいな声です。おや、神なぎの笛。あなたが時空を裂け目から落ちてきた人間なのかい？さあ、どうすかね。正体を隠すとは何かやましいことでも。あなたの話は聞きましたよ。荒ぶる馬先りを沈めたと。それで助かった人もいますが、他に方法はなかったのかね。何を言いたいんだ。だってポケモンを力ずくでたまらせたようなものでしょ。しかもあなたはボールとやらでポケモンを捕まえまくるとか。なんだこのおばさん。そのような銀河団の力は借りません。もちろん金剛団の力も。ひなつとかいう娘が助力を申し出ましたが、金剛団と力を合わせるなんてねえ。あ、昔ながらのね、人なんだな。柔軟性が大事だよ、この時代。まあ、結構昔の話だけどこれね。さあ、お行きなさい。わしにはやらねばならないことがたくさんあるんですからね。なんか、何を背負ってるんだよ、あなたは。そりゃそんな表情するわな。あ、オロだ。妻さん、キングを沈めた腕前、自分に見せてくださいな。あ、え、ちょっと、さすがに今じゃないと思うよ、オロさん。今、戦うチャンスじゃないと思う。時期を逃すと、次はいつになるかわかりません。今お願いします。今の見てなかった？結構なこと言われた後だよ。まあ、じゃあ戦おうか。トゲピ、うん、トゲピね。じゃあこっちは吉川だ。行け吉川。吉川のね、技をもうちょっと強くしたいんだよな。ちょっとさ、あんまり対戦には向いてないのかなっていう技だからさ、もうちょっと強い技を使う、覚えさせたい。ドレンキス。まあここら辺は大丈夫だね。あ、でもトゲピ、うわーすげー回復した。レベル22か。結構相手もレベルが上がってくるのかな、ここら辺になってくると。よし、深まる。おわ、深まる、深まる出てくるの。マジで捕まえたい。え、ガブリアスパートナーにしたいな。手持ちにしたい。よし、じゃあスパメ返し、倒し、竜巻、よし、ナイス耐え。よし、じゃあこのツバメ返しで勝負ありと。ナイスだ吉川、やったね。うお、なんと卓越した指示。いやいや、楽しい時間でしたね。絶対今じゃなかったよ。なんという強さでしょう。ではポケモンを元気にしますね。ありがとう。ユーガオさんの盗まれた石板、探すのはあなたにお任せですね。石板？そうなのですよ。隋の遺跡に残されている石板の一部が盗掘されたのです。あ、あれか。噂に聞いたことありませんか？野党さん姉妹。あ、ちょっと初めましてですけどね。一応紹介もちょくちょく襲われ迷惑を被っているのです。ああ、だからウォーロさんも来たのか。ユーガさん、大事な石板を取り返そうとなさってますが、さすがに99歳にしてはすげえ若いな。
70ぐらいに見えるよ。あ、そんなことはないけど、まあまあでも99歳には見えないね。まあそうか、自分の担当の石板がね盗まれちゃ、うん、焦っちゃう気持ちもあるんだろうな。ごめんね、なんかさっきちょっとおばさんとか言っちゃって、おばあちゃんだったね。どうです、ズマスさん、石板を取り返してあげれば。もちろんお手伝いしますよ。そうだね、紹介の商品をちょろまかされて自分も頭に来ているのです。ああ、そこはもう仕事中心なんだね。それに遺跡を荒らすなんて自分としても許せません。正義感があるんだ。そういえば湿地ベースの近くで焚き火跡を見たことがありますが、あれって何か関係ありますかね。あ、見た見た、焚き火あったね。キャンプしてるのかなと思ってたやつだ。怪しい野党たちから石板のかけらを取り戻す。おばあちゃん、おばあちゃん、さあお行きなさい。わしにはやらねばならないことがたくさんあるんですからね。これか、文字のようなもので何かが記されている石壁。あ、ビーダルだ。じゃあさっきの、なんだろう、キャンプしてるっぽいところに行けばいいのかな。あ、焚き火跡、そこになんかヒントが隠されてるのかな。じゃあちょっと行ってみましょうかね。 OK、 ここだね、ここだここだ。うん、ちょうどいいところに切り株もあって、焚き火の跡がある。誰かがここにいたようだ。まあ、絶対犯人だろうな。誰だい今の歩き方、手だれのようだけど。歩いてなかったんですよね。こんなところまでやってくる人間の目的なんて一つ、うちら野党三姉妹を捕らえに来たか。姉上、帰り討ちに会う哀れなこいつに名乗ってやりましょう。トキワギと呼ばれる松のようにいつまでも若く美しい長寿のお松、お松さん。枯れるどころか次々と新芽を咲かせ繁栄を体現する次女、おたけ。絶好調。寒い冬に春の訪れを知らせる可憐にして気高さの象徴、三女のお梅。ほう、ペイントがかっこいいけどね。私たち野党三姉妹、その名も松竹梅。ででん。あ、はい。姉上、あたいにお任せを。軽くひねってやりますゆえ。さあ、ドクロク、毒まみれにしてやりな。対戦か。あ、やばい、回復しとけばよかった。勝負を仕掛けてきた大梅さん、こんにちは、ドクロク。よし、行け吉川。あ、回復してる。ベノムショック、うわー、危ない危ない、相性が悪いです。そしたらじゃあ小池、小池行こう。すまん吉川、戻ってくれ。代わりに行け小池。小池のじゃあ水の波動、ちょっとしょっぱいけど、もう一丁。あ、そしたら力技使ってみようかな。行け力技、小池の水の波動だ。うわー、耐えた、やばい。次連チャンだからさ、これ小池落とされちゃうな。倒せると思ったんだけどな。じゃあ、初戦闘バズ行ってみようか。バズの風起こし、効果は抜群だ。オッケー、バーズナイス、決着。
認めたくない結果だけどね。銀河団で畑を耕すよりマシ。あれ、銀河団の、もともと銀河団の近くにいた人なのかな。畑のこと知ってるってことは。ちっ、銀河団め、やめてからも嫌な思いをさせやがってよ。あ、やっぱやめてる。もともと銀河団の人たちだったんだ。石板なんてくれてやるから帰れ。あ、一人倒しただけで返してくれんの。石板のかけらを手に入れた。お、返してくれたね。文字のような文様があるからさ、お宝かと思ったのにただのガラクタ。飛んだ骨折り損のくたびれ儲けさ。お、難しい言葉も使ってくる。あなたは私たちを探していたのは何故かしら。あ、石板がちょっとねなかったって言うんでちょっと来たんですけど、夕顔さんのためでもあるし、ガチグマのためでもある。あ、まあでも、まあ、ガチグマのためですかね。ふーん、人様のために働くなんて殊勝な心掛けだね。感心だね。だけどね、私たちにはそんな余裕はないのよ。あ、目が急にうつろになった。生きていくのに必死でさ。それに銀河団に恨みがあるんだよ。つまりあんたも恨むし、痛めつけるよ。お、対戦か。昔の歌を思い出したよ。久方の光の土劇春の日に、静子心なく花の散るらむってね。あ、ごめん、もう一回読むね。久方の光の土劇春の日に、静心なく春の散るらむ。静心なく春の散るらむってね。ごめんね、なんか普通に読んじゃった。よし、じゃあ隋の遺跡にもう一回戻ろうかな。石板のことを伝えよう。ゴロさん、石板もらってきたよ。ズマさん、ご苦労様でした。石板も回収できましたね。うん、夕顔さんが古いとか頑固と言われているのは知ってます。あ、ごめん。あ、そんなことないですよ。そんなことないですよ。古風ですから。でもね、彼女は真珠団として若い時から苦労しながらも、翡翠地方で青春を過ごしたのです。神王様を信じてね。金剛団や銀河団が嫌いというより、真珠団が好きすぎるのですね。うん、好きがゆえってところか。ちょっと違うか。さて、妻さん、ガチグマも沈めてくださいな。荒ぶるポケモンがいては危なくて商売もできません。よし、じゃあガチグマ。の情報をちょっとこの優雅さんから聞き出そうか。取り返してきたよ。どうした？なんだい、まだいたのかい。何度来たって同じですよ。野党三姉妹。あなた、わざわざ取り戻したのかい。なんで他人のためにそんな真似を。そうまでしてガチグマを沈めたいのかい？できれば。はい、もうできれば。わし以外にガチグマのことをこんなにも思う人間がいるなんてね。できればっていう人にその感情はちょっと早すぎないか？さあ、石板のかけらをよこし。お願いします。ほら、これで元通り。あー、はい、合図つまあぎだ。おうのがやっとばぎあるとりらのいのはえいととトカルラ。な、だ。なんて書いているか読みましょうね。すべての命は別の命と出会い、何かを生み出す。なるほど。刻まれているのは石板を取り戻すようなことですかね。幾度も読んできましたが、
真の意味をようやく理解するとはね。これも神王様のお導かしら。お導きかしら。難しいよ。あなた、なんてお名前？ズマっています。そう、ズマというのね。ガチグマのために力を貸してちょうだい。ガチグマは暴れていますが、どうも荒ぶるとは違うようなの。ですので薬を飲ませれば正気に戻ると思うのよね。わしはポケモンを戦わせるなんてできません。でも、ズマなら大丈夫ですものね。うん。戦ってきたからね。ガチグマはヘドロ大地を好みます。準備ができたらいらしてちょうだい。ヘドロ大地。ほう。そこはどこにあるんだい？ガチグマに会うためヘドロ大地へ向かう。あ、そこへ向かえってことか。どっちの、あ、向こうの方か。オッケー、じゃあ行ってみようか。こう。湿地帯が多いのかな？だからずっと雨降ってんだよね。湿地だからさ。え？あ、こんにちは。待って、こんにちは。あなたレベルは？ 45 モジャンボ。あ、さよなら。危ない。危ないよ。ちょっと親分ポケモンもね、捕まえたんだけどね。まあ、まだちょっとレベルが足りないかな。ん？あ！ちょっと待って、捕まえたい。グレッグル。君はあれかい？戦闘したいタイプかい？不意をついた。じゃあそしたら、ツバメ返しだと怖いんで風起こしでちょっと弱らせよう。あー、倒しちゃった。うーん、何これ。ちょっと吉川、これちょっと開けてみて。何もらえるの。あ、稲穂か、煙芋。あ、こいつは敵対するタイプだ。ポケモンによって変わるのかな。さっき逃げてたのにね。じゃあ、この葉でちょっと、削って、もう一回削ろうかな。その前に吉川が危ない。よし。じゃあ、スーパーボールで、どうだい？捕まってくれませんか？吉川が危ないんで、捕まりませんか？ようこそ。聞き分かりのいい子だね。ちょっと回復しよう。吉川にいい傷薬と傷薬を塗ってあげて。よし、オッケー。おお、これも新しいポケモンだ。ヒポポタス。モンボで一回行ってみる。そこにボス、あの親分ポケモンもいたけど、あ、ありがたい、もう捕まった。ヒポポタス、あれがカバルドンだよね、確か。あれはごめんね、石粒で君じゃないんだ。今カバルドンの情報が見たい。46、厳しい厳しい。はい、ありがとうございました。情報だけ見たかったんです。情報だけ見たかったんです。あー、でも結構他の、え、何落とした。攻撃がここまで届いたってこと？あ、こっちか、向こうか。ここら辺の探索もしないとな。まあ裏でやることになるんだろうけど。こんにちは、サブクエですか？オリキングを沈めた調査隊だな。そうです、荒地ベースの設営手伝いか。あ、荒地ベースってのがここか。建築隊見習いの生太郎が腕に覚えのある団員を探していたぞ。アラチベースの設営。あ、サブクエで設営すんの？まあ、とりあえずちょっとメインの方行こうか。
ついてきたよ。こちらよ。確かにガチグマは暴れていますが、ライドポケモンとしての本能なのか、わしが神なぎの笛で旋律を奏でるとすぐさま姿を見せるのです。お、獅子音と一緒だ。お、獅子音様と音色一緒。来るの？ガチクマ？ワギー。さあガチグマにあなたの強さを教えなさいな。ただしガチグマは真珠弾が大切にしているポケモン、捕まえることはできませんよ。ああ、そうだね。あ、やばい、吉川じゃない？あ、やばい、吉川弱ってんだ今。回復してる、助かる。いきなり急所はきついで。まあ変えてもしょうがないからごめん。この歯一発打って削ってくれないか。つぶらな瞳、力が弱ってしまった。もう一丁この歯で削って、あ、急所はありがたい。指先吉川。いや、相手のポケモンもちょっと強くなってきたからレベル上げしたいな。じゃあ小池の水の波動で戦おうかな。よし、小池、水の波動。よし、ナイスだ小池。これで認めてくれる？ガチグマやわしの可愛い子、暴れ回ってもうくたびれたでしょ。あなたのおかしな状態直しますね。真珠弾、秘伝の薬。泣く子はもちろん暴れるポケモンもすっきり体毒下し、その名も毒獣眼。ほう、うわめちゃくちゃ苦い薬飲まされたや、もしかして強力すぎてガチグマのように頑丈なポケモンでないと使えないの。めちゃくちゃきつかったんだろうなガチグマ。ようやく落ち着いたよね。しかしおかしいわね。光っていない。荒ぶっていない。荒ぶってなかったけどね、さっきから。まあ、光ってない？さすがね、銀河団の人。そうなのよ。荒ぶるバサギリがあなたに沈められた時、空に昇る光がここからでも見えたもの。そうそう、雷みたいなやつだね。それでなんか荒ぶっちゃったって言ってたけど。このガチ顔は特に別に普通だったもんな。うん、ガチグマの体だからは不思議な光は出なかったし、そもそも輝いていなかったわね。それにガチグマの体についていたこれ、何かの粉だと思うのよね。金剛団の日夏という娘、どうしてガチグマの話をわしにしたのか。いやね、肝心なことを忘れていました。あなた神なぎの笛を吹いてくださる？はい、いいですよ。音色一緒ですけど大丈夫？獅子音が来るんじゃないの？お、なんかガチグマ大丈夫そう？隊長、目がなんか具合悪そうな目してるけど。旋律を心に刻み込んだ。第一のプレートを受け取った。地面ポケモンの地面タイプの石板、あるポケモンに使うと地面の技を、地面の力を得る。なんだろう、あるポケモンっていうのは。斧探しが得意なのですよ。宝掘りといって埋まっているものを掘り当てるの。ダウジングマシン的な。さあ銀河団の人、今の話をあなたの団長に伝えておくれ。クマ、はい、じゃあライドポケモンガチグマを呼び出し、宝掘りができるようになった。ガチグマは正面方向にお宝の気配を感じるとダッシュします。ガチグマが大きく反応する場所を見つけたら Y ボタンで宝掘りをしてみましょう。いいものが埋まってるかもしれません。
ほうほうほう。じゃあ、あ、違う。どうすんの？あ、横で、こう切り替えて、プラスボタンで呼び出すと。で、なんか、あ、勝手に動いてる。あ、勝手にダッシュしてる。すげえ、勝手にダッシュしてる。どこ？向こう？向こうの方？こっちの方だ。ダッシュ、すげえダッシュしてる。あ、ここで宝掘り。へぇ。ズマは、古いポエム9。あ、古いポエムか。翡翠地方の各地から掘り出される古い歌の一編。筆跡から書いた人物は同じとされる。今読みますか？うん、じゃあ読んでみる？ポケモンの骨を川に流す。私の思い出も川に流す。やがて海へと流れ世界を巡るのであろうか。これまでにいくつの骨を流したことか。これからもいくつの骨を流すだろうか。流すたびに私の心も消えていく。うん。素敵な歌なんでしょうね。じゃあそしたら団長のところに行かなきゃいけないんだよな。でもなんかこうベースキャンプを作れっていうサブクエがあったんで、それちょっとやろうか。ベースキャンプはね、あった方がいいからさ。ちょっとこれ、おどししでいいっすか？こいつか？なんて匂いだ。おっと君、近づかない方がいいぜ。見てみろ、キャンプの設営地をあいつらが占拠しちまったんだ。ああ、じゃあ捕まえろってことでしょうかね、スカンプーを。勝負の得意な団員が何とかしてくれないかな。腕利きです。ちょうどいいところに出会いましたね。私が、あの天才、ズマです。臭いぞ、任せて。3匹相手か、あと臭いぞって、分かったよ。3匹相手ってのは結構厄介だね。よし、じゃあ、湯気や靴。わあ、一斉に相手？結構それは、確かに大変だ。結構これきつくない？じゃあスピードスター。あ、結構やばいな。やば、ちょっと厳しい戦いが待ち受けてるかもしれない。青行こうか。青い、なんかこういう時にね、地面タイプとか地震とか覚えてるといいのかな。ちょっと技をやっぱり、強くしてた方がいいな。毒ガス攻撃。当たらない。よし、火炎車。もう一匹倒せばな、いけるんだけど。あ、一気に。うちの多い律儀に攻撃してくるポケモンの方をちゃんと向いている。よし、じゃああと1体。この1体はじゃあ捕まえようかな。ね、モンスターボールもあるから。火炎車打って、あー、ベノムショック打たれた。傷薬使ってあげればよかったかな。じゃあ小池に変えて、ここでモンスターボールを投げます。どうだい、うちに来る気はないかい？まだ行きたくないと。よし、じゃあ君にはスーパーボールを使ってあげよう。スーパーボール、どうだいスカンプ、うちに来る気はないかい？うちは臭くないぞ。ありがとう。ようこそ。
よしよしよし、レベルが上がってくね。君、本当に強かったなら、相棒のポケモンも勇ましいし。驚いたよ、スカンプー3体と渡り合っても臭くないなんて。臭くないは関係なくない？キャンプ設営できるよ、頼むよ、よろしく。これで、この先も進めるようになるね。ふう、どうだい？安心感があるだろう？スカンプーの匂いもついていない、気軽に利用してくれたまえ。助かります。オッケーオッケー。ベースキャンプが増えた。あ、博士。グレンの湿地、二つ目のベースキャンプ、荒れ地ベースが設営できましたね。いずれはスカンプーが遊びに来る場所にもなるといいですね。なんかでも、来ると臭いらしいですよ。育太郎。おー、じゃあちょっと回復したいな。雑貨屋の大祭が新商品を仕入れれば売り物が増えるのに。おっと、調査に連れていくポケモンや道具の準備はバッチリか。じゃあ道具屋をちょっと攻略していけばいいのかな。そしたらここで買えるグッズもね、いいものが手に入るのかな。じゃあ村に戻ってみますか。ズマくん、何か張り付いているようです。何？何か？あ、アンノンだ。A のアンノンだ。今のはポケモン？そうそう、アンノンっていうポケモンですよね。隋の遺跡の壁に文字のような文様が刻まれているとウォロさんから聞いたことがありますが、そう、さっき、なんかこう、変なね、僕が、なんか、って読んでたやつ。あれ、アンノン語っていうなんか文字らしくて、それがね、さっきの出てきたアンノン。あれね、なんかね、アルファベットの文字、一文字ずつ出てくるらしくて。で、さっき出てきたのが A の文字、アルファベットの。とすると、同じポケモンでありながら複数の姿を持つ種類なのかも。そうそう、アルファベットの数だけポケモンの種類があると。ズマくん、ポケモン図鑑に今のポケモン専用のページを追加するのです。おー、じゃあ全種類捕まえろってことか。アンノンメモ。おや、増やしたページに何か文字のようなものが。そういえば、ズマくんのアルセウスフォンが反応していましたね。何かを示しているのでしょうか。謎の暗号文を手がかりに隠された暗号を捕まえましょう。隠れた暗号は不思議な力で手持ちのポケモンボールを弾くため、戦闘することはできない。ほうほうほう。どういうこと？どういう言葉？どういうことですか？何？ここが湿地ベースで、こうぐーっと来たのか。で、こっちの方もまだ行けると。新しい依頼？あ、これサブクエか。まあじゃあ、メインイベントの方進めたいから、村に戻りたいんですけど。うん、5体捕まえたね。あ、でもこれで、第2レベル上がるんじゃない？もしかしたら。これね。どうだい？あー、ギリギリ足りない。ギリギリ足りない。で、ちょっとポケモン捕まえて、レベル上げていこうか。第2レベル上げるところまで、ちょっとやろうか。あー、これは、逃げた。あ、ゴース。ゴースいる。ゴース欲しい。ちょっと。呼んでない。行って。あー、切れそう。しょうがねえ。2体相手にしてやれよ、この野郎。シャドーボール。ほら、くらえ。ああ、出しちゃった。まあまあ、でもいいか。ゴースがいたから、ゴースは欲しいんだよな。あれ？ゴース？
あれ、ゴース？ちょっと、ゴースいなくなっちゃったじゃん。え、戦闘したから？マジで。聞いてないっすよ。ゴース欲しいな。あ、あれは、鬼ヤンマ。ヤンヤンマか。鬼ヤンマ、本当の動物だ。虫か。ヤンヤンマは？あ、出ちゃった。じゃあ靴行こうか。催眠術。阿久津、阿久津起きて。シャドーボールだよ。眠たくて動けない。銀色の風、あー効果抜群。すまない阿久津。じゃあ小池、小池の水の波動で耐えて OKOKOK。 よし、じゃあ次で スーパーボール。よし OK。 ヤンヤンマを捕まえたぞ。オッケー、まあ新しいポケモンも捕まえたからこれぐらいで多分レベル上がるんじゃないかな。まあゴースはまた裏で捕まえようかなね。多分レアポケモンだと思うんだよな。レア出現ポケモンだと思うから、まあまたちょっと裏でちょっとゴースは取っとこうかなと思います。じゃあベースに戻ろう。ラベン博士、報告するよ。これで第2レベルが上がるかな。1500円。さあ更新してくれ、頼むよ。よし、なに、よしよし、100ポイント。 OK、 これで第2レベルが上がるね。報告しに行こう。そしたらなに？どうした？団長室に急いで。え、どうした？なに？そんな、ちょっと理由を言うてくれないと困っちゃう。俺今日空いてるっていうラインが一番嫌いだからさ。今日空いてる、その前に用件言ってくんないっていう。それについて、要は空いてるか空いてないかを考えるから。まあ、その前にちょっとレベル上げてくれ。よし、これで四つ星かな。団員としてのランクは四つ星に上がった。メガトンボールが使えるようになった。50までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。報酬を多くもらえるようになった。クラフトのレシピ、メガトンボールのレシピ、ボングリの実と鉄のかけら、黒色玉石、おお結構あるよ。すごい傷薬、あ、ありがたいありがたい。いい傷薬に元気のつぼみ。OK、じゃあ団長のところ行く。はい、来ましたよ団長。お、ムベさんじゃん。ズマよ、大ごとじゃぞ。どうした、芋餅が足りなくなったか。俺が話す。混合団の峠クイーンドレディアが荒ぶっている。また荒ぶってんの。ひなつめ、俺にも隠して嫌がった。クイーン？ポケモンがメスならクイーンと呼ぶ。ドレディアはメスしかいねえからよ。ほうほう。で、そんな説明をしている場合じゃねえ。まあ、そりゃそうか。話を聞こうにも、ひなつめ、ことぶき村のどこにもいねえんだ。うまそうに芋餅を食っていたぞ。まあ、わしの芋餅は絶品だかな。芋餅しかねえがな。真珠団のガチグマが暴れていたけん。混合団の雛が関わっているのであれば、二
二つの団はまた争いかねない。え、ひなつ結構やばい人もしかして。あんだけ可愛いって言っちゃったけど。電木の旦那、俺たちが争ったら銀河団はどうするんだよ。わあ、間に挟まれる立場が一番きついよな。どちらの味方もしない。お、中立の立場か。どちらかに肩入れをすればもう一方と争うことになる。これから根ざす土地を荒らすわけにはいかぬ。うん、そうだったよな。俺たちが争わぬよう親しみを込めてあえて呼び捨てにしたいと申し出た。旦那が介入するわけねえか。ほうほうほう。ズマよ、何か良い手立てを知っているのではないか。まあだから好きなお供え物を二つ組み合わせてなんか投げつけて収めるっていう。あれ、え、ガチグマ、ガチムガ、ガチグマが何。ガチグマ、あんた夕顔さんやガチグマに認められたのか。ああ、まあなんか笛を吹いたら来てくれる程度の中にはなりましたね。すげえな。よし、ガチグマでひなつの匂いをたどろうや。そういうことか。ガチグマに認められる器であればドレディアも沈められるであろう。俺はドレディアのキングバ、舞台の戦場に向かうからよ。ほうほうほう。妻よ、人にあだなすポケモンはすべて沈めよ。争いのない新天地を求めて翡翠にやってきたのだからな。うん、争いのない世界を作ろうよ、銀河だ。じゃあ、ひなつを探さなきゃいけないわけか。ガチグマライドの青色の反応を手がかりに、グレンの湿地で探さなきゃいけないのか。ほう。じゃあ、グレンの湿地行ってみる？あれ？格好一緒なの？一応紹介とは雑貨屋とは違う道具を買うことができます。あ、素材系も売ってるんだ。こっちは？掘り出し物ショップでは珍しい道具を買うことができます。どうも、目玉商品入荷してますけど。今回の商品はフェザーボールセット。2500円となります。あ、結構高いな。2500円？まあ、じゃあ買っとく？どうも。では商品をどうぞ。フェザーボールを30個。助かる。まあでも作っちゃえばよかったか。まあまあでもいいか。よし、じゃあ行ってみる。さっきの女、ありゃムベさんの芋餅を食っていたよな。そういや、夕顔さんガチグマに乗って地中の宝を掘っていたっけな。あれは匂いに反応しているのかな。ガチグマはヒーナツの匂いが青い反応でわかるようになった。ほう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 。まあじゃあガチグマに乗ってヒナツに会いに行こう。青い方に行けばいいのか。こっち。どこにいるんだ。操作がむずいぞ。操作、あ、向こう側だ。向こう側だから、ちょっと待って。ちょっと待って。ガチグマだと操作性がむずいんで、向こう側にいるってことが分かったから、じゃあちょっとこっちの方に行こうか。で、ここら辺でもう一回ガチグマに乗り換えます。お？上か？上だな。上だ。じゃあ、もう一回乗り換えて、ここで登れない？登れない？無理？無理か。んー、じゃあ、この上登りたいんですけど、あれか。荒れ地ベースの方に行かなきゃいけないのかな？こっから登れない？登れないかな。登れないな。こっち、青い方に進んでいくけど、こっちの方だな。どこにいる？
あ、こっちの方だ、こっちの方だ。ぐんぐん進んでる。あ、こいつか。あ、いたいたいた。いたいた。よう。なんか大変らしいじゃん。あ、ズマ、ガチグマ。うん。うん、まあ、助けたよ。今も乗ってきたよ。ありがとう。で、どうしてここに？もう、芋餅。芋餅の匂い漂ったのか？芋餅か、美味しかったし、ことぶき村、面白かったな。お、なんか、訳ありか？私はバチが当たったのか、ポケモンに追われ、足をひねっちゃった。ああ、大変。お、ゆうがわさん。あなたが、ひなつだね。あ、あの、ゆうがわさん、私、あの、この通り、謝りますよ。今後の小娘と思い、あしらっていたことを含めて。はあ、大人だ。大人だ。足が悪かったね、申し訳ない。え、あの、だって。ドレディアが荒ぶったの、ガチグマが暴れたのも、あなたは悪くない。むしろ2匹を助けようとしたんだろ。なのに、あなたの話を聞かなくてさ、これでは長く生きている意味がないよ、99歳。いえ、私もきちんと説明できなくて、荒ぶったドレディアに近づいたガチグマが、ドレディアの香りでおかしくなってしまったのに。ほうほうほう。なるほど、ガチグマについていた何かの粉はドレディアのものだね。で、その足どうしたんだい？沈め玉の材料を集めていて転んで足をひねって。ああ、自分で解決しようとしたのか。ことぶき村に訪ねたのは銀河団にガチグマのことを頼むのと、クラフトのことを教えてもらうためでもあったんだ。ラベン博士に沈め玉のことを教わり、ドレディアの好きな餌を集めて。え、ラベン博士も知ってたのじゃ。え、ラベン博士、それ言わないとダメじゃない？ひなつにそれ聞かれたって。だって結構大事な情報じゃん、それ。沈め玉を作ってみたんだけど。銀河団の技術すごいな。私もいろいろ教われたいよ。だったらよ、事態を解決しねえとな。リーダー、なに、一人で背負い込んでんだ。そんなに頼りないのか俺は。まあ頼りねえな。神王様を見たことねえし、ドレリアの異変も想像できなかったし。おい、ズマ、ひなつがこしらえた沈め玉、舞台の戦場まで運んでいくからよ。大丈夫ですからね、ズマがドレディアを沈めてくれる。それで万事解決ですよ。ズマ、あなたはドレディアのキング場である舞台の戦場に向かいなさいな。あー、じゃあまたあのボス戦が待ってるのか。ひなつがわしと相棒のビーダルでちゃんと連れて行きますからね。あー、頼むよ、怪我人だからさ。お、手当たしてあげてる。みんな優しいな。ひなつはわしと相棒のビーダルでちゃんと連れて行きますからね。あー、じゃあ向こうの方に、え、でもこっち行けないよ。舞台の戦場どうやって行くんだろう。隋の遺跡、遺跡の方ぐーっと行くのか、こうやって。あー、オッケーオッケー、わかった。まあじゃあちょっとね、探索もしつつ、いろいろ回って、じゃあ次回はこの舞台の戦場のボス戦かな、それをやっていきましょうかね。で、裏でいろいろポケモン捕まえたりとか、レベル上げだとかサブクエとかね、いろいろやっとこうかなと思います。よし、オッケー。というわけで、今回のパートはここまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。